はい、どうもゴスさんです。はい、久々にねフェイトのガチャ、まあ、実は動画外でもかなり回してるんですけど、まあ、フェイトとね紛れ子今年はすごいしっかりやっていこうかなと思っていて、で今回ねライコーさんが持っていないのと、こっちの、まあ、本赤とサバ赤あるんですけど、本赤の方ではこのサッカーあった、まあ、金太郎もね持ってないのと四天童子も持ってないので、で茨城童子だけ4凸してるのかな、もう1体いってもいいかなっていう感じなんですけど、狙っていきたいと思ってます。今なんかすごいローディングが長かったですね。はい、でまあ60個残ってるんですけど、まあ、20連じゃさすがに出ないかなとは。久々のなんか爆死だな。はい、まあ、次でこれで残ってた石が終わるので、まあ、課金はしょうがないかなと思ってるんですけど、ちょっとね紛れ子の方でかなり神引きというかいい感じで引けてたので、今回こっちでもの 1% はハマるかなとちょっとドキドキしながら引いてますが、まあ、一番欲しいのはねこの雷光さんなんですが、まあ、3体ともピックアップ持ってないのでね、まあ、誰が出てもいいというので初日の今日引いてみてます。なんかちょっとローディング長いですね。はいはい、一瞬なんか今ローディングが入った気がしましたけど引けないかな。さあ、いやー、霊装ね。いやー、でも面白いですね、やっぱりね。このフェイト、9800円で50連分はね、あー、これか、これのローディング臭いな。なんか、iPhone のね、10に変えたので、ちょっと動画の画角とかも変わっちゃってて、意外といろいろ扱いづらいんですけど、それでねもうキャッシュが消えちゃったのでしょうがない、ちょっと課金してきましょう。20連じゃやっぱ出ないですよね。はい、課金してきましたというか今課金が終わりました、多分終わりました。いやー、なんかフェイス ID でね課金できるのもなかなか楽は楽なんですけど、なんか課金がはかどりますね。さあ行きましょう。じゃあ課金1回目ね。はい、じゃあ30連目いきます。さあコネクティング長いな。なんかねこのローディングが一瞬入るか入んないかでなんか新しいのが来るかどうかっていうのが分かるのも、うん、まあ白猫もそんな感じでしたけど、このあー入った一瞬入りましたね。なんか新キャラの時意外と長いんですよねローディングが。おさあ、違った飛ばします。はい、30連とかで引ければな、かなり勝ちなんですけど。さあ一番欲しいのはもう完全に雷光さんで、主天童子は別にいいかな。金太郎さんと金時もちょっと狙いたいんですけど、まあそれはねそれぞれのピックアップで、まあ3体のうちどれか出るまではやろうかなと思ってます。で全部バーサーカーですよね。一瞬止まった気がする。さあ星4以上、あー来た、バーサーカー、誰だ、あーマジか、来た、ありがとうございます。一番欲しかった。あー嬉しいですね。ちょっと水着はかなり持っているんですけど、いやーやっと星5。こんにちは、愛らしい魔術師さん、サーヴァントセイバー。あら？あれ？私、セイバーではなくて、まあ、源の雷光と申します。大将として未だ至らない身ではありますが、どうかよろしくお願いしますね。いや、本当に雷光なんですよ。頼光じゃないんだと思ってたんですけど、自分で雷光って言うんですね。ありがとうございます。いやー本当嬉しいわ。やっぱ3体ピックアップちょっとドキドキしたんですけど、まあ後の2人はね他のところでピックアップで狙っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。